ヒエロニムスは、ベツレヘム周辺で忍者として、生涯を送った。研究を続ける彼を二人の天使が訪ねてきた図。バルトロメオ・カバロッツィ、17世紀初期忍者とは、一般社会との関係を立ち、生活する人のこと。特に、キリスト教や仏教など多くの宗教の宗教者、または、宗教的背景を持った忍者が多数知られる。キリスト教では、 この言葉は宗教的信念、特に旧約聖書に影響された砂漠の神学から陰ン,ン生活を送った人々に使われる。伝統的にキリスト教では陰ン,ン生活は修道生活の先駆けとみなされている。聖ベネディクトの戒律の一は4種類の修道像の中に忍者を数えている。カトリック修道会の忍者に加えてカトリック教会の宗教法では 当該管区の司教の指示に従って忍者が封建生活を送ることを認めている。同じことが米国聖公会を含む多くの聖公会でも認められている。聖公会の可能法では自分の管区の司教に従い、司教の要求する準備計画に耐えるものは生涯独身であることを誓う。彼らは忍者というよりむしろ独居者と言われる。命名の忍者が 自分の管区の司教よりもむしろ別の司教を選んで、不可的な心の寄り所として、さらに必要ならば仲介人とする。宗教的な文学でも、世俗の文学でも、しばしば、忍者という言葉が、人間不信者を含めて孤独な生活を送っている、ものを緩く指して使われている。近代の候補的な用法では、忍者という言葉は、一般社会から離れた生活を送っているものや、 社会的行事に参加していないものを指して使われる。英語、ハーミット、フランス語、アーマイト、ドイツ語、イリマット、スペイン語、エミタニオ、ポルトガル語、エレミタ、イタリア語、エレミタ、ポーランド語、エレミタなどといったヨーロッパの隠者を表す言葉は、ラテン語、エリミタに由来するがこれはギリシア語、ローイータミュータウイータのラテン語形である。さらにローイータミュータウイータは、 砂漠、人里離れた、そして砂漠に住む者を表すローイ・ータミューの派生語である。古代にしろ、現代にしろ、キリスト教徒の忍者生活は、旧約聖書の砂漠の神学に根ざしている。したがってそれは、生のすべてを神への賛美と愛に捧げることであり、さらには、祈りや懺悔を通じて、全人類への奉仕に捧げることである。忍者の使命を正しく理解する上での点を、 見逃してはならない。というのも、ユダヤキリスト教の伝統では、神は人間を互いに関係し合うものとして創造している。ということは孤独そのものは、キリスト教との最終的な使命とはなり得ない。孤独は特定の精神的目的を達成するためのお膳立てに過ぎないのであり、この意味において人間一般の使命にかなうのである。伝統キリスト教では、伝統的に、 エジプトに現れた最初の忍者はテーベのパウロとされ、従って初代忍者性パウロと呼ばれる。彼の弟子エジプトのアントニオスはしばしば大アントニオスとも呼ばれ、おそらく彼の友人アレクサンドリアのアタナシオスによる伝記に書かれた国書記のキリスト教忍者の中で最も有名である。エジプトの忍者主義に先行してシリアの独居生活者、いわゆる聖約の子がいて、 キリスト教徒として特別な訓練法を行った。中世にはカルメル海に所属するインジャーが自分たちの起源はエリアが始めたユダヤ人のインジャたちに遡ると主張した。かつてのキリスト教徒のインジャーは多くの場合、インジャの世と呼ばれる隔絶した小部屋に住んだ。世は砂漠や森の中にあり、自然の洞窟であったり、人工の建物であったりした。 精神的な助言や闘神を得るため、彼らを訪ねてくる者は多かった。忍者たちの何人かはあまりに多くの弟子を取ったために、物質的な意味では孤独ではなくなってしまった。初期のキリスト教の砂漠のシフたちはカゴを追って、バンと交換した。中世の忍者は、町の中や町の周囲にもおり、おそらく門番や私盛りをして、生計を立てた。西方では、中世から近代にかけて、 神者的な修道生活も修道会の文脈で行われた。例えばカトリック教会ではカルトジオ会やカマドレー世界が修道院を伊予の集まりとして整え、そこで修道像が孤独に祈りや仕事をして過ごすようにして共同で行う典礼は比較的簡単に飲み入って、あとは食事やレクリエーションを行う場合のみ時々集まるようにした。主会 現立指導会、カルメル会は、性質上本質的に共同社会的であり、その会員は、修道院での生活を何年も続けると、陰遁生活への呼び声を感じて、修道院の敷地内にある世としての小屋に移動した。これは男女とも同じであった。他の形の修道生活の代わりとしての職業を選んだ忍者も多くいた。11世紀には、 忍者の生活は救いへの合法で独立した脇道として認知された。11.12世紀の多くの忍者は聖者とみなされるようになった。ヨステ人初期の文献から現代に至るまで、ヨステ人という言葉はしばしば忍者の類似語として使われる。だが、ヨステ人の生活は忍者の生活と似てはいるが、それから区別できる。中世においてヨステ人は、 一般的な職業であった。ヨステ人、女ヨステ人たちは大抵教会に対して建てられた小さなあばらやあるいは独居房である怒り危機で孤独に宗教的な生活を送った。定白の扉はヨステ人が入居してから地区の司教が計画する特別な式典においてレンガで覆われることが多かった。ヨステ人をミサを聞くことによって天礼に参加させるため、 そして生産に預からせるために、聖壇の近くに小さな窓を備えている教会が中世には存在した。もう一つの窓が通りか、共同墓地に続いており、慈悲深い隣人が食料その他の生活必需品を届けてくれた。ヨステニンの助言を求める客もその窓を使ってかれ、彼女に相談した。今日では独特な形式の職業としてのヨステニンは、ほとんど聞かれない。 カトリック教会教のカトリック教会は、以下のどちらかの生き方をするよう忍者に呼びかけている、修道会のメンバーチャーチオブザ・ハーミティジアワー、レディー・ザ・ガーデン・イン・クロスド・イン・ウォーフ・ヒュー以前、ネザーランズ教のカトリック教会では封建生活の、会がその会員で神に呼ばれたと感じて、共同体での生活から、イントン生活に移る者の,の規則を定め、彼らの修道委員長にそうするのを許可している。 教会法の法典には彼らに対する規定は特にない。彼らは規則の上では封建生活の会の会員であり、それゆえに修道院長の管理下にある。常実のようにカルトジオ会とカマドレーゼ会の修道士修道所は修道院の文脈で本質的に忍者的な命名の生活の仕方をしている。つまり、こういった修道会の修道院は、 実際のところ個人ごとに持っている、いよの集合体であり、修道士、修道所はその命名のいよで、ほとんどの時間を一人で過ごし、毎日の、そして毎週の祈りの時間にだけ集まるのである。これも、上実のことであるが、特に現実指導会のような、本質的に修道院的な修道会は、命名の修道士、修道女に、彼らがコミュニティの中で叱るべき修熟度に達したら、 修道院長、女修道院長の監督下で、修道院の敷地内で、イントン生活を追求させる伝統を強調する。トマス・マートンは、こうした生き方を取るトラピストの一人であった。カノン法603条最も初期の飲酒内しイントン生活は、修道会のメンバーとしてのそれに先立つものであった。というのも修道院や修道会は、修道生活のの歴史の中でも後になって、 発展してきたものだからである。今日では、最初に、修道院で生活することなしに陰遁生活、つまり人里離れた奥地で暮らすか街中でも、俗界から厳しく隔離された環境で暮らす生活を、自分の天職と感じる経験なクリスチャンが増えている。隠者の職業は、旧約聖書の砂漠の進学であることを念頭に、起きつつ、都市の隠者にとっての砂漠とは、 心の中に存在する砂漠であり、神の場で身一つで生きていくケノーシスを通じて、清められていると言われる。封建生活の会の会員ではないが、飲酒ないし陰遁生活への呼びかけを感じるが、それにもかかわらずある、種の封建生活をカトリック教会に認知してもらいたい男女に備えるため、可能法に封建生活に関する条項が設けられた、教会は封建生活の会の他に、 飲酒ないし陰遁生活を認める。それによって、キリスト信者は、この世からの一層厳しい離脱、孤独の沈黙、絶え間ない祈り及び償いを通じて、自己の生涯を神の賛美と世の救いのために捧げる。飲酒者が、封建生活において、神に捧げられたものとして、法的に認められるのは、三つの福音的勧告を、誓願または、 他の聖なる絆によって確かなものとし、教区司教の焼酎においてこうに表明し、同司教の指導のもとに固有の生活の仕方を遵守する場合である。つまりカノン法603条は何らかの陰遁生活への呼びかけを感じた人が他の種類の封建生活を送っているとカトリック教会に認められるための要件を規定している。彼らは大抵飲酒者と呼ばれている。 カノン法603条の規定は、他の多くの一人で生活して、自身を神の愛への熱烈な祈りに捧げているカトリック信者には適用されない。しかし神の呼びかけを感じて、自分の祈りに捧げられた孤独な生活を、封建生活に入ることでカトリック教会から認めてもらおうとする人には適用されうる。1992年10月11日に出された、 カトリック教会のカテキズムではイントン生活について次のように言及している。教会史の極初期から全く自由にキリストについていくことを述べ、誓願を実践することで彼をより強く模倣しようとした。彼らはそれぞれ自分のやり方で神に捧げられた生活を送った。その多くは精霊に導かれ、忍者になるか既存の信仰の家族の一員になった。彼らを 教会はその徳と権威によって、心よく受け入れ承認した。司教は常に、精霊から教会に送られた、封建生活の贈り物を認めようとするであろう。新しい形の封建生活の承認は、使徒座によって確保されている。陰遁生活常に三つの誓願を公に、告白することなしに、忍者は、生涯をより厳密な世界の分割を通じた世界の、 救済と神を称えること、そして静寂な孤独と勤勉な祈り、懺悔に捧げる。彼らは、教会の神秘の内面、つまり、キリストとの個人的関係を皆に宣言する。人の目から逃れ、忍者の生涯は、単に忍者にとって、主が全てであるからこそ、忍者が生涯を捧げたところの主に関する沈黙の説教である。ここに、砂漠での、 深い精神的な戦いの中での十字架に貼り付けられた人の好奇を乱す特別な呼びかけがある。飲酒ないし陰遁生活に関するカトリック教会の規定には慈悲を求めての身体的努力、つまり事前活動が含まれていない。しかし、飲酒者は皆一般のクリスチャンと同様に事前活動の規則に縛られており、それゆえに特に事前活動を行う必要がある。際には、 自分の状況が許す限りで寛大にその必要に応える。ただし、飲酒者は、やはり一般のクリスチャンと同様に、勤労の規則に縛られてもいて、そのため自分で自分の生計を賄う必要があるので、キリスト教の教えに従わない限り、いかなる手段を使ってでも自分で生計を立てないといけない。そのため、彼らは自分の司教に、これが自分に、 彼らがその下で礼式を整える、カノン法603条と矛盾しないで忍者という職業の義務を観察させないことはないと確信させると、すれば、介護分野において使えることは、飲酒者にとって適した職業選択ということになる。カノン法603条には、忍者の教会に関する条項がないが、そういう教会は存在する。例えば、ニュージャージー州チェスターには、ベツレヘムの忍者。 アメリカ合衆国では、聖ブルーノの忍者といった団体が存在する。ラブラ、スケーテも参照。非法権生活よく祈る孤独な生活をして、神に身を捧げようという呼び声を感じたカトリック神と、必ずしも、それを何らかの形の法権生活への呼び声だと、認識するわけではない。その例として、東方天霊カトリックで、忍者生活の一形態として正法にも似たような、 形式のものがあるプースティニアがある。熊に食料を分け与えるサロフのセラフィム東方正教会しかし、ロシア正教会と東方天霊カトリック教会では、インジ者は祈りにのみ生きるのではなく、プースティニアという東方キリスト教の伝統的な様式に沿って自分の所属するコミュニティに奉仕することもある。プースティニアのおかげで、インジ者はいつでも手が欲しい人を手伝うことになっている。 東方の教会ではイントン生活の伝統的な一つの編集として、ラブラトスケーテの中に反イントン生活があり、例えば歴史的にエジプトの砂漠の中にあるスケテスがあり、また様々な形の金欲生活がアトス山のいくつかの地域で続けられている。初期中世の教会近代カトリック、教会近代聖教会近代プロテスタント教会二人のザドゥー。 ヒンドゥー教のインジャ宗教の観点からは、単独生活は一種の禁欲であり、インジャは世界への関心や快楽を捨てる。これは様々な理由から行われる。例えば、神に近づくために彼らは崇敬し、輪廻から下脱することに注力する、等々。こういった実践はヒンドゥー教、仏教、スーフィズムにも見られる。道教と神仙の歴史にも禁欲主義的。 忍者的な人物が古くから見られる。禁欲主義的陰遁生活では、人間社会、性、あるいは社会で、一般的に受け入れられるような清潔さ、被覆の基準を保つ、必要性に関係する、娯楽なしに、忍者は瞑想、黙想、祈りのための孤独を求める。禁欲的な基準には、単純な食事に関する規定や、奉仕の手段としての労働が含まれていた。 また、かつての中国の伝統的社会において、文人は、陰逸への強い思考を持っていた。イン・クルエル・オルランドより、陰者に出会うアンジェリカ。ありがとうございます。